2016年4月ドラマ日曜日夜9時 TBS 系列日曜劇場 99.9 刑事専門弁護士。個性的な刑事専門弁護士たちが難事件に挑む姿を痛快に描く新感覚のリーガルエンターテインメント。公式サイトのイントロダクションによると、刑事専門弁護士に特化したドラマは連続ドラマ史上初。タイトルの数字は日本の刑事事件における裁判有罪率、すなわち起訴された際に裁判で有罪になる確率を表している。その確率は 99.9% とも言われ、世界一の有罪率を誇っており、日本の司法制度の高い信頼性の証明とも言えるだろう。だがそこには大きな落とし穴が隠されている。一旦起訴されると検察の考えたストーリーが正しいと鵜呑みにされがちなのだ。さらに刑事事件を専門に扱う弁護士の数も極端に少ないため、丁寧に検証することは極めて困難となってしまう。だがたとえ 99.9% 有罪が確定している事件でも、残り 0.1% が確定しない限り、それは本当の意味で事実にたどり着いたことにはならない。このドラマは最後の 0.1% まで諦めず、事実を追い求めていく姿を描いた物語である。主人公は、まだらめ法律事務所刑事専門ルーム弁護士、三山ひろと、鋭い観察力で常に事実を追求する弁護士、周囲が諦めた事件でも自らが納得するまでとことんこだわる、犯罪を美化することを良しとしない潔癖さとクールな優しさの持ち主、民事事件を扱わず刑事事件専門で、検察からは追い詰めた被告人の罪をひっくり返してくる厄介な弁護士として目をつけられている。口癖は0.1% に事実が埋まっているかもしれないでしょ。ふん。で、演じるのは2014年1月クールフジテレビ月9失恋ショコラティエ以来およそ2年ぶりの連ドラ主演となる嵐の松本潤。ちなみにね、 TBS ドラマに限ると2009年4月クールのスマイル以来で実に7年ぶり。そして日曜劇場初主演で、さらに弁護士役というのも初挑戦。ふん。で、そしてそんな松本潤扮する主人公を取り巻く登場人物とキャスティング。まず、まだらめ法律事務所刑事専門ルーム室長佐田篤弘に香川照之、東大法学部出身、数々の大企業の顧問弁護士を務め、企業弁護のトッププレイヤー、勝たなければ意味がないがモットー、違法スレスレの調査手段も厭わない。以前検事だったこともあり、期せずして刑事専門ルームの運営を任されるが、大きな抵抗を感じている。同じく刑事専門ルーム弁護士立花彩乃に江倉奈々、東大法学部出身、上昇志向が強く、言われたことに 120% のパフォーマンスで応えようとする努力型の秀才。続いて企業法務担当弁護士志賀誠に藤本貴博、プライドと名誉欲が高く、それに伴う実力は持ち合わせている。だがとにかく人望が誰よりも薄く、嫌われ者の上司の典型的なタイプである。そして深山好きのパラリーガル明石達也には片桐仁、同じく綾野好きのパラリーガル藤野博樹にマギー、佐田好きのパラリーガル戸川夏子には渡辺真紀子、そして志賀の部下で綾乃とは同期入所の弁護士落合陽平に馬場徹、さらにまだらめ法律事務所マネージングパートナーまだらめ春彦に岸辺一徳、弁護士としての最大の名誉職である弁護士会会長の座を狙っていて、そのアピールとして刑事事件専門の弁護士ルームを設立。一方、東京地方検察庁大友修一検事正に奥田英二、剛腕で鳴らし有罪率 100% を誇る名声に満ちた名検事で次期検事総長候補。だがその実、有罪に持ち込むために強引な手法を取り、自分の考えこそが絶対だと思っている。同じく検察官の丸川隆久に青木宗隆、大友検事の右腕と称される検事、その他深山が居候する小料理屋の店長坂東健太には池田隆文、その店の常連客かな子に岸井由紀の、
さらに佐田の10歳年下の妻ゆき子にはエミクララということで、とにもかくにも 99.9 刑事専門弁護士、楽しみにしたいと思いますね。はい。